ということでできましただいぶ時間かかったね。約1時間ぐらい、はい、かかったよね。かかりましたね。はい、もうひどくてひどくてやばくてもうぐったりしてますが、はい、じゃあちょっとねカメラ近づけてみたいと思います。はい、はい、ということでまずね、上のターン、じゃじゃーん。お、だいぶすっきりだね。でしょ。うん、あ、いいじゃん。でさ、あのさ、まだこの辺とか埋まってないし、うん、このね、下ね、空っぽなの。あ、ほんとだ、まだ増やせるのね。そう、だからまだ増やせるようにしようと思って、ね、アイシャドウもね、もうすごい何年も前の昔のとかもあったから、そうそう、ちょっと処分したりね、増やせるようにしました ね、うん、ここはリップ関係とかブラシとか、まあ、リップも増やせるようになってるの。あ、そうだね、リップもね使わないっていうか、もう100均とかで買って今全然使ってないものとかね、はい、何年も前に買ったからね。そうなんですよ。じゃあ1段目がこんな感じで、ちょっとね幅も空いてね、ね、余裕ができて、余裕ができました。余裕があるのはいいよね、うん、なんかぴっちりだとさ増えた時に困るもんね。そうなんだよ ね。はい、じゃあ次2段目、じゃーん。2段目はおすっきりしたね。抱っこしまってるんですけど、ここがあのオイルとか、オイルとかね、髪の毛のね、そうそう、あと化粧水とか日焼け止め、日焼け止めとか、あとまあこんな感じです。はい、でこっちが、うん、さっきも言ったとこっち、中も一緒です、これは、うん、さっきと中身さっきちょっとね見えたけど、見たけど一緒ですね。はい、でこの下にイーツパックが入ってます。ちょっと待ってくださいね、取るかな、こんな感じですね。はい、はい、で、ここのポーチが、はい、あのスキンケア引き出す、ニベ、あのニベアとか、それがミニニベアとかのやつですね。そう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 、そういうやつとかが入ってます。こっちは？こっちもほら、ケープ、あー、なるほど、近身のさ、やつとか入ってます。はい、その他もろもろですね。その他もろもろね、こういうの入れちゃうといいよね、ぐちゃぐちゃでもわからない、わからないからね。いいんじゃない、綺麗な見た目になりました。はい、2段目こんな感じです。はい、じゃあ次、最後下、おめっちゃ余裕がありますね。ちょっとこれさ、空だから一回ちょっと取っていい？いいよ。これなんかちょっと空ね、何ももう今入ってないので、ちょっと開けてみます、はい。あ、なるほどね。奥にもこの箱があって。はい。はい。で、めっちゃ余裕が。うん。マニキュアちゃんとか、最新と、あと奥には、あれだね。化粧落としシートと、そうそう、あとマニキュア関係、除光液とか、ね、除光液とかが入ってますね。入ってますね。はい、ここまあこんな感じ、ちょっと後でちょっとこんな感じで、はい、ラメ系、ラメ系とか、あかな、一番下があのなんだ、アイプチ関係、一番下はアイプチ関係、こんな感じですね。そうですね。いいんじゃないですか、綺麗に、なったんじゃないですか、これも。ちょっと余裕がありますね。はい、はい、余裕があるって幸せだよね。余裕があるっていいよね、うん、ちょっとまあこっちから見るとこんな感じで、はい、ワゴンっていいよね、くるくる回す、うん、そう、しーちゃんはもっぱらワゴンだよね。そうなんだ。でもちゃんとこの3段に収まるからいいよね、うん、まあ、汚くはなるけど、ね、一応この3段にこうやって収めることができるので、はい、いいと思います。はい、はい、お疲れ様でした。はい、お疲れ様です。はい。ということで、はい、終わりにしましょう。はい。それでは、バイバーイ。